チャイナタウンの朝、うん、これはあのポートオブノーツで、まあ、未発表曲っていうんですかね、うんうんうん、まあ、デモテープの時点からこの世界観は変わってなかったかなと思うんですけど、はいはい、あの最終的にね、うんうん、録音されたものですね、うんうん、はい、これはいつ頃作ってた曲なんですかね。2006年、7年くらいかな。僕そのいただいたデモっていうのがなんかスタジオで撮られたよ、はい、ワンコーラスぐらい終わってさ、間さなんか演奏止まってさ、ちょっとそこ引かないで、ね、わかんないけど小競り合いのセリフが喧嘩じゃないんだけど、なんか不穏な空気流れてんな感じるもんですよね、みたいな、なんか8小節ぐらいあるのかな。したらなんかその8小節はなしで、あの2番につなげて考えてくださいとか、そこは聞かないでくださいとか言って覚えてる、ね、それがまさかあのちょっとこう何アブストラクトっていうんですか、そうだね、もっとこう普通にこう、うん、なんていうんですかね、なんか普通にコード進行があって、でシンプルな感じになるのかなと思ったんです。でもなんかそのね、歌われてる内容とかが、はい、やっぱりそのなんだろう、まあ昔の思い出とかね、はい、どこその横浜という場所に思いを馳せるとかさ、はい、なんかそういった感じだったんで、まああんまりその説明的なコード進行よりもさ、なんかそのなんか心象風景みたいな感じを前面に出して、で今回のアルバムの中に入れるもんだから。そういうアプローチがいいかなと思ってやってみました。はい、次はソングラインという曲です。畠山さんの詩が先にあった視線ですね。そうなんですよ、このアルバムではこの曲だけか、うん、視線はね、そうですね作曲から始まるっていうのがまあ多分 99% そうだと思うんだけど、はい、詩が先にあってそこにメロディーをつけていくっていうのはね、また違ったその作業の喜びがあって、で僕が確かだから視線で一曲やってみたいんだけどって、あれはそういうふうに僕が言ってから書かれた詩なんです、はい、そうです、そうですね、とはいえほらなんかその文字数とかどうしたらいいんだろうとか思ったんですけど、ね、なんとなく合わせた上でお願いしたら、とんでもない曲来ちゃうすごい、これどうやって歌うんだろうと思ったんだけど、もうめちゃめちゃかっこよくって、うん、あの実は私はこの「ソングライン」というタイトルでアルバムを考えていたんです、長らく。そうだよね、はい、あの最初から言ってたもんね。そうなんです、このアルバムは「ソングライン」って言ってたんですけどそうそうそう、先にね、はい、くるりさんがこれがなんとびっくり、あのこの発売の3ヶ月ぐらい前かな、くるりさんが、うん、どうタイトルで、やはり同じく5年ぶりぐらいでアルバムを発売なさって、あら、まあね、これどうしよう、ねえ、ね、でもこれ以外考えられないなって思ったんですけれども、うんうん、ちょっといろんな流れがあり、ちょっと不思議なこうインスピレーションの流れがありまして、ウェイファーラーという言葉にこうパーッときてですね、じゃあいいかな、ね、うん、2人の出来事です。高橋君の曲もいいけど、この歌詞もすごく情景も見えるし、感情の動きも感じられるし、すごく好きですね、これ。あのもしかしたら、うん、このその歌詞のストーリーを、うん、こう感じてくださって、こう声の感じも、うん、他の曲と違うような、もしかしたらそのピックアップとか、うん、歌唱だし、あとだからこの歌詞内容とかも考えて、はい、あ、これはこういう風なアプローチなんだな、じゃだったらその中で一番いいやつをセレクトしようみたいな感じ、順番としてはそうです、ね、なんか曲の設定の年齢でいうと10代のこう、うん、まあ、女性の気持ちっていうか、うん、なんですけど、まあ、その中でも「立ち葵」っていうね、うん、お花の名前とか、こうちょっと入れてみたんですけど、それがなんと1曲目の高木さんが作ってくださったのにも、うん、トウカエデとかね、印象的なね、そういう植物の名前がこう出てきて、うんうん、それも何ていうんですか、まあ、偶然というかね、うんうん、同じ5文字のそうやって、ね、お花とか植物の名前をなんかセレクトした、うん、という偶然も何となくちょっと嬉しいっていうか、そうだね、うんうん、でね、ちょうどねこれレコーディングした時に立ち往生されてたんですよね、富田さんとかね、
あの緑道の緑道ですあたりですか。力入るとき、はい。本当ですか。そうなんですよ。そういうこと、そんなリンクした思い出もあったりします。素敵な曲です。ずっとこのまま二人